えー、皆さんこんこにちは病院長の吉村です、えー、本日は、えー、北野病院100周年記念事業第95回学術講演会にご参集いただきまして本当にありがとうございますあの暑い中またコロナ禍の中ですので、えー、北野病院としましては初めて現地での開催だけではなくってウェビナーの形でこの講演会を同時配信させていただきます で聞くところによりますと、まあ、すでに100名を超える先生方にご登録をいただいているということでこれは大変ありがたくまた嬉しく思っている次第ですで北野病院では昨年の11月に新館と我々が呼んでいるこの建物が完成しまして、えー、今年の3月から実使用を開始しましたそしてこの新館にはです、ね、放射線治療 診断の機器これを、まあ、たくさん導入したんですがそれに加えまして MRI ガイド化収束超音波治療装置というフル、まあ、えに対する治療の新しい機械を導入しましたであの今日のメインのテーマでありますフルえパーキンソン病に対する、まあ、新しい治療法を まあ、患者さんに提供していこうということで始めあの導入したわけです、まあ、北野病院は歴史的に、えー、伝統的にパーキンソン病の患者さんを、まあ、全国でも有数の症例数を見ている施設でして、まあ、あの神経内科脳外科がですね共同しましてパーキンソン病の修学的な治療をやっている まあ代表的な施設の一つであるというふうに思っております。で、今回、この FUS という機械を導入しましたことによって、まあ、日本でも数少ないですね、フるえパーキンソン病の内科的、外科的、またその超音波治療があのできる、えー、大きなまあ施設、核になる施設になることができたのかなというふうに考えております。そういういことで 今日はこのふるえパーキンソン病についてですね、3人の専門家の先生にご講演をいただきたいと思っております。まず、京都大学大学院医学研究科教授の澤本信勝先生、それから北野病院の神経外科の主任部長でいらっしゃいます戸田宏樹先生。そして最後に 同じく北野病院の神経内科主任部長の高橋真紀夫先生にご講演をいただきます。本日の講演を通じまして、フルーパーキンソン病に対する新しい新たな治療法について、まあ、皆さんが情報を得てご理解を深めていただければ、これは大変いいことではないかなと思っております。それではよろしくお願いいたします。小倉先生、ありがとうございまし 講演を始めさせていただきます座長より本日の演者のご紹介を行います座長は脳神経外科主任部長の戸田博先生です戸田先生よろしくお願いいたします、はい、ありがとうございます脳神経外科の党でございますそういたしますと本日の特別講演といたしまして今ご紹介のありました沢本信勝先生にパーキンソン病と本体性新鮮に対する薬剤以外の治療選択肢ということで お話をいただきます本信勝先生のごご歴をご紹介申し上げます先生は大阪のご出身で94年の3月に広島大学医学部を卒業されまして同年の5月から京都大学の神経内科で研修医を開催とられますで2001年に医学博士を習得なされましてその年の7月に英国ロンドン大学インペリアルカレッジハマースミス病院 こちらのペット神経内科グループの臨床フェローとしてご留学なさいましたでそこで非常にあの大きなあのインパクトのあるですねあのこのパーキンソン病にも関係するあの研究をまとめられまして2008年6月から京都大学大学院医学研究科工事の機能総合研究所研究センターですねこちらの助教に就任なさいましてで13年10月には臨床神経学の講師そして2015年6月からですね 京、えー、大学医学研究科人間健康科学系専攻近未来型人間健康科学融合ユニットこちらの教授にご就任なさいましたでその後もですねあのこの医学研究科健康科学系専攻の副専攻長や専攻長を順次お務めになりまして大変あのお忙しくなさっているわけですけれども臨床のご専門はパーキンソン病を中心とする、えー、脳神経内科でありまして本日はあの この題にいただいておりますパーキンソン病と保温体制申請に関するあの様々なあの治療の選択肢についてご講演いただくことになっておりますそれでは先生どうぞよろしくお願いいたします いろんな臨床の相談とかですねさせていただいている本当に卓越した臨床科で今まで教科書に書いてないようなことをたくさん教えてきてもらいました戸田先生は私3年目の時に滋賀県の公立の病院でご一緒させていただいて当時初めて暗記を教えてもらったその後も DBS をですね私は全く知らなかったんですけども DBS の本当の世界でも知られている先生で現在もあの DBS の業界の一番中心の雑誌であるステロタクシック・アンド・ファンクショナル・ニューサージリーのレディトレボードをされていて、ここ北の病院もですねその DBS を教えてもらいにあのよく実はお伺いしました、手術室に入らせ入ていただいて戸田先生の手術をどうされているのか、私は内科医なんですけれども、やり方を教えてもらったという形です、で今日の中心になるお話もあのその戸田先生に教わったことを中心にお話しさせていただきたいと思います。 パーキンソン病と本体性申請に対する薬剤以外の治療選択肢ということでお話をさせていただきますが今回、COI をまず開示させていたます今回、患者さんも入っていただいていて私、見せていただく患者さんも先生同様、土曜見るよと言っていただいていましたので患者さんも入っていただいているということで少しまずパーキンソン病についてということから医師の先生方には少し社会に説法のようなお話になるかもしれませんがお話を始めいただいと思います。 まあ、パーキンソン病の診断は、まあ、キーワードになるのは診療の上では運動、緩慢それから静止自身前、筋強合この3つの証拠がキーワードになっています運動、緩慢動作が遅くなるそれから静止自身腺何もしていない時に手が震える筋強合はあの医師が、まあ、患者さんの手足を曲げ伸ばしした時にカクカクとしたと独特の,あの抵抗を感じるこの3つが重要視、診断の上では重要視されます 運動緩慢を必須として、静止地震線か近況強のいずれかがある、このことをもってパーキンソン症候群と診断し、その中で特発性のもの、まあ、脳血管性、あるいは薬剤性、そういった原因を除外した上で、パーキンソン病というふうに診断しております。後ほどもう出ております、この運動緩慢、それから静止地震線近況強豪というのは、症状の上でこの3つがキーワードになっております。 典型的には50歳以上で患者に発症しますので、えー、高齢化によって激増することがあの懸念されているという状況ですでこの病気を診断する上で重要なポイントこの症候の3つに加えて2つのポイントをまずお話ししたいと思います1つ目はレビー症体と言われるものですこれ,これは脳神経の中で後ほど申しますが基底核脳の深部核脳の表面にある脳神経細胞ではなくて奥の方にある核神経細胞の集まり ののつ、えー、質と言われる場所の神経細胞ですこのニューロメラニンと言われるこの黒いポツポツがあるのがあの特徴になっておりますがこのこういった神経細胞の中にこの赤い目玉のようなものレビー小体といわれるものが出現するというのがこの病気の1つ目の特徴になってまいります。でこれはまあ 高度にリン,カンされたリン酸化された異常なたんぱく質と考えられていましてこの異常なたんぱく質がたまるということが、まあ、パーキンソン病の病,病気の原因になっているのではないかというふうに最近考えられていますこのレビー小体の出現というのは一つの,病気,のしん病気を考える上で重要なポイントになっていますもう一つはこの異常なたんぱくに加えまして線状体といわれるやはり基底核脳の深部にある神経細胞の集まりのうちの一つ 線状体と呼ばれる部分、この赤の印で示しましたけれども、大体人間の,この耳の上の部分を輪切りにしてした状況を、この脳の横断面を出しておりますが、この外側の部分、外側の部分の線状体と呼われる部分のドパミンが欠乏するというのがもう一つの重要なポイントになっております。現在私たちははこれは この下の方に出しておりますけども、核医学検査でドパミンに関係したタンパク質をマーキングするような検査というのが保健診療で可能になっております。健常な方ではこの、こちら左にお見せしていますように、多くのドパミンに関する、まあ、健常なたんぱく質があるので、この比較のハの字型に対応したような光るあのタンパク質の存在というのは同定で,できます。一方でこちら右側 はご覧いただきますとパーキンソン病患者さんではこのドパミンが欠乏しますのでこのようにそのドパミンに関連したタンパク質がなくなっていすそのためにドパミンが欠乏してしまうというのが病気の1つの大きな原因となっていると考えられています。このあの 今回、治療についてあのこの後お話しさせていただきますけれども治療について考える上ではパーキンソン病の歴史についてお話しさせていただくのがあの少し分かりやすいかなと思いましたので歴史についてお話しさせていただきます。現在、パーキンソン病と言われるものは1817年に一番最初に報告されました。これはジェームス・パーキンソンと呼ばれる、まあ、ロンドンの GP ・ジェネラル・プラクティショナーいわゆる日本でいうと家庭医という略になりますけれどもジェームス・パーキンソンさんが エエッッセセイイイを読んだシシェイキングポシーというエッセイですねモノグラムを最初に出しましたこれは彼がシェイキング・ポルシーと名付けたんですけれども6例の患者さんの観察所見を出版しましたこのシェイキング・ポルシーシェイキングはまあ日本語に訳しますと新鮮ないしは震えでポルシーは麻痺ですのでこれを直訳しますと新鮮麻痺というふうになるわけですけれども新鮮麻痺の6例を1817年今から200年ほど前に報告したわけです この200年前の報告でもうすでにこの卓越した臨床科であるパーキンソンは運動緩慢と静止地震腺パーキンソン病の臨床兆候のうち重要だと申し上げました3つのうちの2つをもこの一番最初の1817年の時点で指摘しておりますそれから時間が下って1887年シャルコーこれは神経内科神経学の層といいますか神経学を始めた人と多くの人が認識しているパリの医師ですけども このパリの医師は毎週臨床講義ということで、まあ、患者さんを診察しながら学生たちに後輩、まあえー、たちに講義をしていたわけですけれどもその中で1887年にこの疾患を取り上げていますでシャルコー医師はです、ねえー、まず筋競合手足を曲げ伸ばしするとカクカクという独特の抵抗があるということを指摘しました3つ目の証拠です で一方でパーキンソンはシェイキングポルシーというふうに言ったんですけども震えがないような患者さんもいるということを指摘していますまたポルシー麻痺はないことをも指摘していますですので元々はシェイキングポルシーという名前だったんですけども、まあ、シェイキングがないような患者さんもいるということそれからポルシーがないということからこの病気について、まあ、命名者のパーキンソンという名前を使って読んだらいいんじゃないかということでパーキンソン病という名前を提唱しました それからさらに時間が経ちますと今からお,およそ100年前1912年にレヴィーという方が細胞内噴入体先ほど申し上げました噴入体についてすでにもう100年以上前に分かっていたわけですですので一番最初に申し上げましたパーキンソン病の臨床兆候それから病態の鍵となるタンパク質の異常その辺りのことっていうのはもうすでに100年前に分かっていたわけですでその 状況です、ね、100年前の状況ですけれども、一つ非常に私、好きな論文ですので、若手の方もいらっしゃるかと思って、100年ぐらい前の状況を説明するウィルソンの論文、1925年に、これはウィルソン、このウィルソンさんというのは、医学ではウィルソン病で知られているウィルソンさんですけれども、クローニアン・レクチャー、ランセットで1925年に出しております。でこの臨床化はです、ね、あの本当に 近代神経学の最も優れた記載者であるというふうに多くの人が述べておりますしこの論文も非常に素晴らしい卓越した論文ですのでぜひ若手の先生方呼んでいただいたらと思うんですけどもこのウィルソンさんはですねウィルソン医師は線状体に関連した運動と筋緊張の異常についてという講演をしておりますでその講演の中でウィルソンさんは先ほどの基底核脳の深部にある細胞の集まり まあ、ベーサルガングリアと英語でありますがベーサルガングリアは脳の一番底にあって、えー、多くはちょうど地下室のようであって真っ暗の中にあるという,ふう表現をしますこのウィルソンさんはロンドンに住んでたわけですけどもロンドンあの行かれた方はよくご存知かと思いますけどもあの多くの建物に地下室がありますで地下室っていうのはかつてはあれあの石炭を暖炉に使う石炭を入れている部屋だったそうですけども、まあ、深くにあって暗くて何かわからない で脳の基底核脳の深部の核というのはそのように深くにあってよくわからないという表現をしているんですけれども一方でこの方は非常に卓越した臨床家だと思いますのは、まあ、彼が後に彼の名前がつくプログレスブルレンディキュラーデジェネレーション現在ではウィルソン病といわれる病気ですけれどもウィルソン病で基底、まあ、核の障害があるでその臨床症候と、まあ、現在私たちがパーキンソン病といっている病気が非常に似ている。 なので病態が同様であるはずだというふうな指摘をしています。でこ,こ1925年の段階ではパーキンソン病の洗状態にドパミンが欠乏しているとかそういった情報は全くありませんのでこの卓越した臨床家が見るとあの病態が非常に似ている洗状態に何か異常があるだから同じ病態であるんだというふうなことをこの100年前の段階で述べていたわけです。 で治療にこういうふうに疾患の概念についてはほぼもう100年ほど前にほぼ固まっていたというふうになっています疾患の概念が固まってくるとやはり当然治療が重要になっていますでどのような治療が行われてきたかということですけども一つの大きな柱としてパーキンソン病では外科治療というのが初期の頃から行われていました これは1950年頃ですけれども海外ではスピーゲルそして本邦ではえ奈良林先生東京大学から順天堂大学でえ行われた先生ですけれども炭素球破壊術炭素球といわれるこの赤の先ほどのほぼ線状態でお出ししたのと同じ高さ耳の上ぐらいで脳を輪切りにした時の場所ですけれどもその内側にある炭素球を破壊することで 新鮮や近境後が改善するということで1950年代もうすでにこういった外科手術を日本国内でも実施されていましたそうこうしているうちに1960年になって、えー、今度は非常にパーキンソン病の治療で非常に重要な意義を持つ結果 発見が行われますこれは大阪大学の佐野先生それからヨーロッパのハニーキュービッツがこの段階で初めてパーキンソン病の黒質線状態でドパミンが減少しているということを発見しますでその後それにあの減っているということが分かったのでじゃあそれを補充してあげようという治療が始まりますでドパミンという物質は口から入れてましても血液脳関門を通過することができませんですので ドパミン自体を内服しても脳の中に届けることができませんそのためにハニーキュービツらはそのドパミンの全く体であるレボドパドパミンの材料になるレボドパを内服するさせるということをしますでそうすることで、えー、患者さんの症状が良くなるということでその後7年経ってダブルブラインドのプラセイボコントロールスタディを行いそれで有効性を確認し レボド,エルド,パドパミンの欠乏が分かってから約10年で FDA の認可を得ますそして1972年カルビドパエルドパ自体を納服してしまうと末梢でかなりが分解されてその分解物でかなり副作用が出てしまうので分解を阻害する合剤を使用することで治療に使えるんじゃないかということでこれが大きくパーキンソン病の治療を大きく変えます。 1970年以降はドパミン製剤ドパミンの合剤ですねそれからドパミンアゴニストが開発されて、えー、非常に治療が改善しますで、まあ、100%患者さんに100%満足いただけるっていうほどではない場合もありますけども、まあ、症状はかなり軽減して多くの患者さんでこのレボドパス製剤あるいは後に 出てきますドパミンアゴニストレボドパソロモではないんだけどもドパミンとほぼ同じ作用をするような薬剤によって多くの患者さんは仕事をされている方は職場に戻ることができますし日常生活もなんとかできる多くの方が症状の軽減を得ることができますその後さまざまなこれらの薬を補助する薬たちっていうのが多く開発されてきますでこの薬の開発によって手術療法っていうのは大きく減少します 薬が非常に効果を示すので手術というものがあまり行われなくなったわけですしかしながらこの治療の発展がまた新たな別の問題を生みます長期薬物治療に伴う問題点ですこれはあの例を出しますけどもどういった問題が起こってくるかです60歳の右利きの男性の患者さん外科治療の適用評価のために紹介を受診されたのようなイメージです こ,のこういった患者さん、まあ、50歳ごろに右手の動かしさ、肉さをまず自覚してパーキンソン病と診断されて、まあ、パーキンソン病のお薬を飲まれたアゴニスト、あるいはレボドパカルビドパという薬を飲まれたでこの薬によって一定の改善を見るそして社会復帰をされるということで当初は非常にいい,いい状況が保たれるわけです。 しかしながらこういったお薬を飲まれると3年から5年で半分程度10年近くなると多くの方が問題を抱えるようになります具体的にはウェアリングオフあるいはジスキネジアという問題を抱えるようになりますパキンソンのお薬を飲みますと、まあ、お薬のこれ血中濃度のイメージですけども横軸が時間縦軸が血中濃度のイメージですけども血中濃度低い状況から薬を飲むと血中濃度が上がる そしてだんだんと薬が減るそしてまた薬を飲むという,ふうのことを繰り返していますとパーキンソン病の初期の間では非常に高くてもある程度あの高くても低くても同じように効果を示すようになっていますしかしながらこれが時間経過が長くなってきますと血中濃度が高,く高い時には効きすぎて不随運動が起こる血中濃度が下がりすぎると効かなくなるという現象が多くの患者さんで見られるようになります そういった場合の対応法といいますのは飲み薬をです、ね、頻回服用というふうにしています例えばこの患者さんですとレボドパカルビドパそれを補助する薬を3時間ごとに5回服用する非常に何回にも分けて飲むでそういった中で薬が効いてるときは非常にほぼ完全に自立されるしかしながら薬が効かなくなると歩行も困難になるような状況が起こるこういった長期治療の問題点が起こってまいります その長期治療を解決するものとして手術療法っていうのが1990年代以降再び注目されるようになってますデバイスイデッドセラピー機器を活用した治療ということで DAT という言葉を使っておりますがそのうちの一つが脳深部刺激療法 DBS ですまた薬を上手に届けてあげるために色を作って薬のチューブをですね 小腸のところ小腸のまで持っていて小腸からまあ特殊なジェール状にした薬を流すエルドッパの持続形腸療法というのも出てきましたそれに加えて最近では戸田先生たちが始められた FUS というのも新たな選択肢として加わっておりましたこの治療がで生まれてきたこともこれも少し歴史として振り返っていきたいと思いますこれはあのパーキンソン病と全く関係ないところで起こった事件です 1970年代、米国の科学の大学院生が、まあ、自ら用いるために人工ヘロインを作って自ら使っていたというでそういった学生の中にパーキンソン症候群が発症したということが事件がありました、まあまあ、学生ですので先ほど申し上げましたようにパーキンソン病というのは比較的もっと高齢の方で起こるので何かどうやら特殊なことが起こったんだろうなということはが分かるわけですさらにまた1982年ではになって 新たな麻薬常習者の中でパーキンソン症候群がやはり発症しますでこの発症によって MPTP MP というまあ合成麻薬を作る過程で出てきた物質がパーキンソン病パーキンソン症候群ですねパーキンソン症候群を起こすということが同定されますこの MPTP 自体はですねこういう不幸な事件から見,あの見つかってきた物質ですけれどもこれがパーキンソン病の 研究を大きく進展させます理由はこの MPTP を使うことでサルあるいは動物にですねパーキンソン病と非常に類似した症状を出す動物モデルっていうのは比較的容易に作れるようになったということで大きな貢献をしますこれを見たマーロン・デ・ロングらはまず一つは脳脳の中に 脳の回路の中にループ状の構造があるこれまで脳の中にループ状の構造があるという,ようなアイデアは全然なかったんですけどもデロングラはそういったアイデアを出しますそしてその上でこの MPTP を使ってサルのパーキンソン病モデルを作って非常に画期的なモデルを出しますこれがまあそのモデルになるんですけども 皮質に対して大脳の部深核深この1個1個はあの大脳の深部核神経細胞の塊を表すんですけれどもこの表す中で彼らが画期的であったのはこのループですね大脳皮質から始まってさまざまな場所を経由してまた戻ってくるこのループ構造っていうのはこれまで脳の中にこういう構造があるといった人はいませんでしたデロングラはそういそのループ構造があるということをまず概念として出しましたもう一つ重要なことは それぞれの核をですねパーキンソン病のモデルサルの核を、えー、記録をしてです、ね、核の神経活動を記録してその神経活動の中からこちら、赤でかしました STN、視床価格それから GPI、炭素球内節という構造物がこの病気のモデルのサルでは病気でないサルに比べて活動が異常に上がっているという考えを出しました。回路が 活動ががが異常に上がっているるところがあるでそこで彼らが考えたのは活動が異常に上がっているのであれば破壊してあげれば回路がうまく回るようになるではないかということでモデルサルサで破壊実験を行いますこれが1990年です1990年にモデルサルで破壊実験を行いそしてその破壊によって症状が軽減するのではないかという仮説を持って行ったんですけども彼らの仮説どおり症状が軽減します。 その後、この破壊術よりもより副作用を減らした DBS 破壊するのではなくて電気高頻度の電気刺激をすることで破壊と同様の効果を示せるんではないかということを今度はベナビットフランスの人たち医師たちが脳外科医たちがトライし実際モデルのサルで見られたことを患者さんに応用して実際に効果があることを実証しました。 この貢献によってメラビットとデロングラはラスカー・ドベイキー賞というアメリカで最も権威のある医学賞を取るに至っています彼らの貢献によって現在私たちはこの炭素球内接あるいは視床下核といわれる脳の深部の核に DBS ・針を入れて刺激連極を入れて刺激をするそれによってパーキンソン病の治療をするということが現在利用可能になっています どういった患者さんが大体、いそうでしょうかということを一つのイメージしていただくための専門家にとっての521基準と私たちは呼んでいますけれども521基準というのが1つの目安になっています1日5回以上薬を飲んでいる飲まないと調子が保てないで薬5回あるいは薬を飲んでも2時間以上薬が切れてしまううまく効かない時間がある。 あるいは1時間以上効きすぎて調子が悪いこれらのどれかがあるような方っていうのは DBS あるいはより新種的な治療っていうのを受けてみられたらどうでしょうかというふうに私たちは考え多くの専門家が考えていますこれはあの先ほどのイメージですけれども薬がない時には非常に症状が落ち込んで体が動かなくなる飲むともう突き抜けてしまって効きすぎてしまうでそうこうしてるうちに今度効かなくなって困る 飲むと効きすぎるというアップダウンを繰り返してしまうのが DBS をやることでこの上の上がりすぎるのを下げる下に下がりすぎるのを上げるということでウェアリングを薬が効きすぎない状況を回避するとともに効きすぎて動,き動いてしまうのも回避するそれによって音時間を増加させて QOL を改善するという治療になっています。 これらの治療はあのベストオンの時間を延ばすことが目標になります飲み薬パーキンソン病のレボドッパの内服の一番いい時間帯を伸ばすことが目標になります裏を返しますとレボドッパが効きにくい症候への効果は残念ながら期待しにくいですまた一定の侵襲性リスクがありますので入院期間も必要になります、まあ、デロングラの,あの 説明というのは非常にクリアで美しかったわけですけどもデロングランのは破壊術で証明したんですけど今は DBS っていうのは実は電気刺激です破壊と電気刺激って何か反対のことのようなのにどうして同じ効果なんですかということはあの疑問にもたれる先生もいらっしゃるかもしれませんそれをあの最近の研究で明らかになってきましたことはこの脳の中視床過角あるいは脳の心部核っていうのは何もしてない時でも 活動をしてる例えば、視床科学というのは私たち手術のときにあの記録神経活動を記録するんですけども安静にしていても活動しています、その活動の様子がおかしい、まあ、普通は皆さん神経細胞同士はバラバラに活動しているのがどうやらドパミンが欠乏すると視床化学の辺りの細胞はちょうどまあカエルの合掌といいますかをみんな一緒に合掌をしだす。タイ 健常な方ならバラバラに神経細胞が活動しているのにドパミンがなくなると一定の神経細胞が 20Hz か 30Hz で変えるのが症のようにみんなが一緒にガッ,ガッ,ガッ,ガッと泣き出してしまうという現象が知られるようになりました DBS は 130Hz ぐらいで刺激しますのでその 130Hz で刺激をすることで15から 20Hz のその異常な振動現象っていうのを止め,る止めることができるんじゃないだろうか ですのでそれを考えると刺激,刺激術と破壊術が同じ効果を示すということが理解できるわけです、まあ、DBS の手術はです、ね、合併症がどれぐらいあるでしょうかというのはいつも重要な問題になりますこれは合併症の頻度はです、ね、大体5%ぐらいという,ようなお話をしています 5%20 人に1人結構高いですね大体皆さん言わせのいろんな、えー 例えば感染を起こして抗生物質を注射することで後遺症を残さないものあるいは非常に小さな脳出血検査で分かるような脳出血も含めて5%程度ですじゃあ本当に怖い後遺症を残すような副作用はどれぐらいありますかということですけどもこれは日本全国ので多施設共同でされた研究です北の病院も入られてますけども多施設共同でされた500人457人の患者さんで行われた研究 研究ですけども実際後遺症が残った方っていうのは一例いいらっしゃいますですので457人全国でやった方の中でお一人そういった方がいらっしゃる、まあ、なかなかこれパーセントでいうのは難しいんですけども確かにリスクはあるただ非常に高いリスクというわけではないこの数字をどう考えられるかっていうのは DBS をするかどうかで非常に重要な要素になってきます。 まあその他の合併症につきましては高知能機能についてものを考えたりする能力について処理能力などの低下を指摘する報告はありますがえあとはうつに関しては報告をさまざまですので DBS などの手術をする場合には認知機能がどのように保たれているかどうかというのはかなりあの詳しく検査をして手術を受けていただけるかどうか,どうかを相談するということになっています。 DBS、じゃあどんな方がいいですかっていうことですけども、まあ、一つは、これは2006年ですもう今から15年ぐらい前ですけども専門家が集まって考えた大体ク,リエクライテリアです年齢は大体70歳から75歳ですでそして認知機能障害とか精神症状もない、まあ、少しものを考えたりとかいいろいろな精神症状があると少しやりにくいそういうことがないということ。 あとレ,ボド,パ反応性レドボドパが非常によく効くということで一方で、先ほどお話ししましたように効きにくい症状もあるのでその症状はあの歩きにくい姿勢保持障害とかですね、そういったものはちょっと効きにくいあと、硬貌障害も効きにくい。 病歴はこの頃は病歴は平均して12年から15年まあ病気が長くなった方が中心でしたけども最近はこれはなくなっていますもっと早くやったらいいんじゃないかという研究の結果が非常にいい結果が続きましたですので最近の結果ですねもうちょっと平たく言いますと70歳程度以下それから認知機能が保たれるそして精神症状がないレボトパがしっかり効くそして脳の形態的異常がない脳の形が時々個性として、えー いわゆる正常ア系の方がいらっしゃいますのでそういうのではないということが必要になっています t b s を中心にお話ししてましたけれども t b s は2000年からもう日本国内では約20年以上の歴史があります加えて2016年からはエルドパ持続頸腸療法という治療法が新たな治療法として加わっていますこれは内視鏡を用いて医療を作るという治療です具体的にはこのように色を作ってポンプを持って でそしてこの管の先を腸まで持っていって腸から特殊なあの配合したジェルを流すという治療ですこの治療では胃ろうが作ることが必要ですが、まあ、胃ろうですので DBS 脳の手術に比べると侵襲性は低いただこれ実際の大体大きさ見ていただいたらお分かりになると思います比較的大きいですなおかつこの コンセントは毎日交換してそして冷蔵保存夜になるとこれを外して寝ていただいて朝起きたらこの薬をセットしてこの機械をセットしてチューブに結合するということを毎朝やらないといけないんです。 患者さんどうしても朝の一番非常に動きが悪い方が多いのでこのポンプをつけるという動作はなかなか難しい多くの場合は介護者の方にしていただく必要があるですのでそういったこのセットアップ手術のリスクは低いんですけれどもセットアップが大変であるというのがこの治療法の1つの問題になっていますこの治療法はですね先ほどこれは DBS の考え方ですけども DBS と比較してじゃあどんな人と どう違いますすかというところですけどまず、年齢の制限がなくなります、胃ろですので高齢の方80歳であっても可能である、また頭を触りませんので認知機能障害や精神症状も、まあ、大きな問題ではなくなります、その代わり胃ろの増設にあたり消化管の問題がないということを朝に,朝にセットアップが必要になりますのでどなたかケアギバー、どなたかペッポッあのセットアップしてくれる人が必要になります。 レボドパがしっかり効く、胃ろが増設できる、そして朝のポンプがセットアップできるというふうな条件になってきます。DAT のまとめです。DBS とエルシグの治療ですね、いずれもレボドパの効果が良好な方が適用となります。DBS は認知機能低下や70歳、あるいは75歳以上の高齢の方は適用になりにくいですけれども、エルシグ胃ろを使った ものは適用になります一方でエルシグでは朝の特に朝のポンプのセットアップの操作に解除が必要になることが多くになっていますまた薬剤が高額ですので、まあ、施設に入所されたりしたときには集計図が困難になるといったまた別の問題も生まれてまいります。 でもう一つの疾患、本体性神陷の疾患法は少し簡単に聞しせていただきたいと思います。この本体性神陷というのは神陷というのは不随な立動的な体の動きいわゆる震えです。で本体性という言葉はその他に原因がない、まあ、神陷以外に異常がない原因と考えられる病変がないというもの。 先ほどのパーキンソン病の震えは典型的には静止時身性何をしていないときに震えるというのが最も典型的ではありますけれどもこの本体性神腺ではむしろ姿勢をとったりあるいは何かをしたり例えば字を書こうとしたりしたときにむしろ目立つパーキンソン病では典型的には字を書いたりしたら少し症状が軽減することが典型的なんですけれどもこの病気のときは本体性神腺の場合逆に字を書いたりそういったときにかえって目立つという のが特徴になっています。まあ、高齢者に比較的多くなってますけれども、若年者でも見られます。この病気の治療もパーキンソン病と同様に基本は薬物療法になっています。いわゆるベータ日本ではベータブロッカーがアテノロールといわれるものが保険適用になっています。またあの米国神経学会の指針ではあのプロプラノロール、プリミドンなど、まあ、いわゆる抗転換薬といわれるあの薬なども的あの効果を示すというふうにされています。 この疾患に対しても薬物療法に抵抗性のものの場合には DBS そしてこの後、と戸田先生がお話ししていただく収束超音波治療というのが適用になってきます実際どのように運用しているかですけども治療の実際ですこれはあの、えー、私たち、あの 北の病院に教えていただきましたのでほぼ、えー、京大病院でも、北の病院でもほぼ同じようなやり方だと思いますけどもまず、まあ、脳神経内科に入院していただいて、まあ、2, か2週間から、まあ、長い場合には3週程度かかる場合もありますけども、まあ、治療としてうまくいけそうか例えば、先ほど申しましたように認知症状あるいは精神症状とかそういった問題がないか薬がどれだけ効いているかということを内科でまず検査の、えー、をします。そそしてこれはやっぱり良さそうですね ということになりますと、この左側は DBS、右側は LSIG ですけれども、一旦まあ退院していただいて、DBS の場合には1週間程度の脳外科の植え込み手術をします。でその後術後管理、まあ、2、3週をかけて内科の方で調整をして、そして外来に移る。一方で、L、LSIG の方は2 3週、やはり2、3週かけて医療を作って、最初の薬の治療の導入をする。そして外来に 導入移行していくというふうな治療になっております。あのこの治療っていうのは患者さんご自身があの。考えていただいてこういう治療も受けてみたいなっていう。 モチベーション動機っていうのはね非常に治療をやっていく上で大きな,ことにな,大きなあの重要な要因だと私たちは考えています。ですのであの北野病院と京大病院では合同で、まあ、パーキンソン病治療の説明会というのをあのオンラインで今はコロナ禍ですのでオンラインで行っています、えー、定期的に行っておりまして次回はあの9月5日の日曜日に10時から12時で行っておりますのでこちらまたあの北野病院も京大病院もこの情報を流すようにしますのでぜひあの 特に患者さんのでご興味いただいた方はですね、えー、登録いただいてご参加いただいたらと思います。ご清聴どうもありがとうございました。さも先生あの大変詳しくバックグラウンドまあそして歴史ですね、えー、それから、えー、まあ最新の治療まで、えー、幅広く細かくですね、えー、ご解説いただきまして誠にありがとうございました。あのご質問をですね、えー、今日はあの講演 この後のあの引き続きの講演まとめてですね最後にお受けしたいと思いますのでここでじゃあ一旦先生ありがとうございましたすみませんじゃちょっとここでそれでは引き講演を進めさせていただきます座長は脳神経内科主任部長の高橋真紀夫先生です高橋先生よろしくお願いいたします、えー、脳神経内科の高橋ですえー、っと 今から戸田先生にご講演いただくわけですけども、あの戸田先生と私はですねもうあの大学時代からもう、かれこれ30年近くの付き合いになるんですけれども、えー、非常に、まあ、あの戸田先生、あの脳外科に行かれて、ですねあの非常に優秀な先生で、あのこの機能外科の分野では、本当にあの世界のフロントランナーで、そういう先生と、またこの北野病院でですね一緒に仕事ができるということで、私も非常にう嬉しく思っております。 えー、まあ先生あのもう今年えまあ FUS も始まりましたので今日はあのこのパーキンソン病のと本体申請のその実際のですね FUS の実際の話とそれからまあその可能性ですね今後の可能性についてお話しいただきたいと思いますそれでは戸田先生どうぞよろしくお願いします高橋先生ありがとうございます、えー、脳神経営科の戸田でございますあの。 今じゃあご紹介いただきましたように今日はの、収束超音波治療です、ね、あの北野病院のほ、えーまあ、こで非常にあの準備期間もあの必要だったんですけどもあの十分取っていただきましてであのこれは、まあ、導入も大変あの、まあ、費用その他のこともありますので、えーまあ、そこでご英談をいただきましてあのこの3月からですね当院の方で行っております収束超音波治療 これについて、当院の初期段階のデータもございますので、ご紹介したいと思います。あの今、沢本先生のお話にもありましたように、患者さんご家族、ケアギバーの方ですね、その方を中心に脳神経内科、それから精神神経科、放射線科、リハビリテーション、コーディネート、それから私たち脳神経科の医師もですね、治療のチームを作って、当院でも、 なんとかあの症状の改善がやられないかということで取り組んでおりますであのこ言葉に関してはです、ねあのまあ、非常に長くなるんですけれども澤本先生のご紹介にもありましたように、えーまあ、この頭文字を取って MRG、FAS あるいは、えー、さらに短く、ね、FUS というふうに呼んでいるのが今日ご紹介する FUS ですでこの FUS の特徴の第一番はまず切らない手術ということですねあの矛盾しているようなあの文言になりますけども手術だけれども あの切開をしないといととうことですねそれから名前の中にもありますように MRI ガイド化つまり MRI で確認をしながらですね安全性効果を見ながら治療を進めるという、まあ、その特徴これが2番目の特徴ですね少しお話をいたします FS の仕組みはですねこれはあのちょうどその患者さんが頭にかぶっていただく超音波発生装置のヘルメットの様子なんですけどもこのプラスチックの中にですねカバーの中に 超音波発生装置が1024個配置されておりましてでこ,こ,をです、ね、ここから発生するその超音波,超音波は基本的に音波ですからこう広がろうとするわけですけどもこれをまあ複数個使うことで一箇所に集約させる収束させるということで,でそのサイズが1 m m × 1かけ× 3ミリのサイズにできるということで非常にまあピンポイントにそのあのターゲットを決めることができるということで で患者さんはこちらにその黒く示されておりますようなこのヘルメット型の部分をかぶっていただくということになります。でこの歴史はです、ねまあ、もう本当に簡単にお話しますと1940年代からです、ね、戦前からこういったアイデアはありましてで50年代に入って、まあ、その超音波を一点に収束されることができるんじゃないかということで、まあ、超音波の発生装置を組み合わせるという、まあ、これはあの装置の小型化というのもその当時から進んでいたということになると思うんですけれども。 で60年代にはすでにですねパーキンソン病の患者さんに今この治療が応用できるんじゃないかということで実はかなり歴史の長いその研究の,あの歴史の長い治療法なんですねただ当初はやはり頭蓋骨がなかなかその超音波を通さないということでこういった治療なんだけれども、まあ、例えば頭蓋骨を外してこの治療を用いるというまあ、そういう試みがなされた時代もあるんですね。まああのの裏を返せばとににかく脳にはあの 針を刺したくなんいと,いと,とかそれをせずに治療ができないかということだったと思うんですけどもまあそういう苦労の中で2000年代にですねようやくこの、まあ、さっきその1024個と言いましたけども小型の超音波発生装置を組み合わせて一点に集約させることができるというような技術が実現化しまして 今回のその FS の実用化に至ったということですねこちら左側はそのどのようにその超音波の、まあ、これはあのビーム上に書かれてありますけれども、まあ、一点に集約させることができるかということを示した図でありましてでこれは MRI の中で用いる機械ですから、まあ、ご存知のように MRI は非常に強い時期が発生しますので、まあ、そういったものにちゃんと適応できる機械が開発されたということですね。 でもう1つはです、ね、MRI で画像の情報としてです、ね、実は温度も測ることができるということなんですね、これはまあ非常に物理的な話になりまして非常に私もまあ全く素人なんですけれども温度が上がるとこの MRI の信号のです、ね、周波数がごくわずかにずれると。 そのごくわずかにずれるということを仮想の、まあ、これ37度基準の温度にしてるんですけれどもそのずれを温度の上昇ということに変換してです、ね、今ここでこれだけ MRI の,の画像の周波数が動いたので温度がこれだけ上がりましたよということを示すことができるということでこれをまあ温度のモニタリングとしているということなんですねそうしますとその超音波が収束しますとその一定の部分で温度が上がってその温度の温熱効果によって 過剰に活発,活発にあの活動しすぎている神経細胞あるいは神経回路をコントロールすることができるという、まあ、これがその治療のメカニズムのコンセプトであります。で治療手順をちょっと順番にお示しいたしますとまず適用検討から始まるわけなんですけれども今あの保険でですねあの 承認されておりますのは本体性新鮮とそれからパーキンソン病という診断が確実についている方ということになりますですからまあ、この診断がまず確実になされているということがまあ第一番ですねそれと治療に関しては変則の1回のみというのがこれはまだその治療が歴史が短い関係で非常にそういう制限が加わっておりますですから例えば まあ両側の症状なんだけれども片側ずつできるかなとかあるいは1回やってみて超音波ですから2回3回と繰り返せますかというそういうご質問もあるわけですけれどもこれに関してはもう1点はですね先ほどそのどうやったら頭蓋骨を超音波がこう 通過できるか、透過できるかというところで非常にあの研究の長い歴史が必要だったということをお話しましたけれども、現在もやはりこの時点、この問題が非常に臨床上はですね、大きなハードになっていることは間違いないんですね。で私たちはその、まあ、これを使用しているあの医療者はですね、まず頭蓋骨密度比というのをこの CT で。 でこの CT 通常白黒ですけどもここでまあグリーンで色付けしている部分ですねこれを今の当院でも計測して放射線科の技師の方たちにです、ね、協力していただいてこの STR というのを測っておりますけどもこの STR というですねこれは比ですから0から1の間ということになるんですけどもこの比が0.4以上の方がこの治療が行いやすいということで。 で実際にはもう少し工夫をして0.35以上だったらということですけれども実際のところですね今ご相談に見えている方で2割5分から3割の方はですねこの0.35よりも低い数値ということになっていますですからご相談をお受けしてまずこの CT の検査を行ってですねでまずこの FUS の治療ができるかどうかというところを判断するんですけれども必ずしも皆様にご提供できるわけではないとただ大多数の方には提供,提供できる治療法ですよということをお伝えしたいと思います。 今この例では0.67という,ようになっておりますのでこれはあの文句なしの数値ですね。で次に標的計算をまず行っておくわけなんですけども標的は2か所ありまして支障それから単層球とでこれを本体性心線やパーキンソン病の安静時心線が主な訴えの方にはこちらを選択するとそれからパーキンソン病でジスキネジアという非常にあの強い あの運動障害の問題ですねこれが強い方には単送球を検討するということになっておりますで。これはもうちょっと非常にあのイメージだけ持っていただこうということであの立体図を示しておりますけれどもえ、まあ、いずれもですね先ほどその、えー、アレキサンダー・クラッチャーの,あのデロングのモデルのことをお話がありましたように脳、まあの,の中でこの不遂運動運動障害の問題を起こす回路がいくつかありまして、まあ、その中で震えに関しては、えー このの、ね、VLA と書いております、これあるいは VIM というふうに呼んでおりますけれどもこの VL 領域への照射それからディスクリネジャなどの問題に関してはこの GPI と書いてますこの GP と呼ばれる部分への照射というのが標的ということになります。で当日の準備ですけれどもこれはまずその超音波を脳の,の中に届かせるという時にですね 途中に障害物があってはいけないということで,でいろいろその熱が発生するとかです、ね、好ましくない合併症を予防するという観点からもです、ね、患者さんは気の毒ですけどもその完全にあの低発しないといけないということで髪の毛をまず剃,って剃らせていただきますでその後フレームといいましてこれはあの先ほど申しましたそのミリ単位あるいはミリ以下の単位の,です、ね、あの正確性が必要とされますので。 患者さんの頭の位置がこう動いてしまわないように、まあ、フレームと呼んでおります固定装置をつけさせていただくんですねこれはあの局所麻酔で行いますのであの痛みを感じることはありませんでこのようにフレームをつけた後にメンブレンというふうに呼んでおりますこのシャンプーハットのような膜をかぶっていただいてそれで先ほどのヘルメットの中に入っていただくと、まあ、そういう手順になっていますで計画作業はまあこれちょっと専門的な話でもう 項目だけあげますけれども、MRI で見ている場所と超音波を当てる場所というのが、実際のところに位置してないといけないわけですね、そこにズレが生じてしまうと、MRI でここで見ているけれども、超音波が違うところに当たっているというふうになっといけないので、これが実際、患者さん、そこに入っていただいて、まず調整という作業があります、それから3次元の立体の中で行いますので、基準平面を決めると、そして切開化、これはあの超音波の侵入に非常に障害になるわけですね。ですから 石灰化というのは人間の体の中頭蓋骨の中でもどこでも消えますけどもまあ、そういったものを検出してということと先ほどその 頭を反らしていいただいて髪の毛を反らせていただいて、まあ、かぶってもらってと言いましたけれども、まあ、空気が購入していないかということを検出することも必要ですねそういったことをチェックしてそれからじゃあ今日はこの場所に当てましょうということをその焦点を決定するとこれはもうミリメーター以下の単位で決定するということなんですねでそこから超音波照射の順番に入って段階的に温度を上げていくんですけれどもこれはまあちょっとイメージの画像で当院、まあのホームページでもですね、まあ、このような 手順のことを示しておりますので、あの後ほど QR コードをあの示しますから、もしこの画像に例えば、まあ、スマホで見ていただく方はさらにそのスマホで当てていただくとかしてですね見ていただきたいと思うんですけれども、まずあの当ててで、場所を決めてという、まあ、こういうふうな作業を行っていくということですね。でちょっと実際のところをあのお示ししたいと思いますけれども、これはあのモニターをちょうど見ながら、ですね今少し温度の画面がありましたけれども、まあ、温度がどういうふうになっているかというのをチェックしながらで、 それでもう少ししますと今度あの距離の単位が出てきますけれども0.5ミリぐらい動かすとどうなるのかと、まあ、そういったことを見ながら行うとでこういった作業が MRIs の方で見ながらですねで多くの人がそれを確認しながら行うことができるというのはこれはあの ちょっと通常の今までの,あの手術室で行う手術はだいぶイメージが異なりますですね。多くの人がまずこういった情報を全員で共有しながら行うと。で、えー、これちょうど MRS の中ですけども、技師の方たち、それから左手ってうのは西田先生というこの治療中心になってくれている女性の先生ですけども、あるいはそれ以外の看護師の方もおられますし、みんながこう集まって、 でどういう状況かなというのを確認しながら行えると、まあリアルタイムで状況を判断すると、これが今までの手術ですと清潔操作ということになりますから、なかなか難しいわけですけれども、こういったことができるようになっていると、でこれはまああの一人この本体全身線で治療を受けられた方ですけれども、えー、向かってその左側が術前で右が術後ですけれども、まあこのように震えがまあ改善しています。まあこの方はその水を飲んだりとか、まあお食事をしたりとか、まあそういった基本的な 生活動作が大変影響を受けているわけですね。で今こういうふうに見ていただくと改善していると。ちょっと先の方に進ませていただきてあの、まあ、実際に例えばペンで書こうとすると手術の前資料の前はこういう状況だったのがこのように改善しているということで。 あの先ほど少し申し上げましたようにこの QR コードで,ですねあるいはもう北野病院のホームページに入っていただきますとこの FS の治療のあの流れとかですね効果とかあるいはあのご許可をいただいてあの体験談を披露していただいている方もおられますのでぜひ一度あの興味を持たれた方にはご覧いただきたいという,ふうに思います。で まず本体性新線、今ちょうど2次目を超えて30名に近づくぐらいの方がですね、治療を受けられているんですけれども、新線に関しても、新線の,の治療効果の反応率がですね、9割ほどになっています。ですから、非常に高い確率で、まず治療の効果が期待できると、それから新線の程度に関しても50、50%以下にですね、到達しているということで、当院も。 あの今現在のの治療水準には達しているんではないいるななかと思います、まあ、それ以外に需要を変えたりとか日常生活機能生活の質評価というところでも改善が得られていますので今のところはお胸順調に進んでいると思いますパーキンソン病の方は今現在はまだ人数は少ないんですけれどもやはり今その安静時震腺が軽くなったということでそれがまあ生活の質の評価にも一目、まあ、ちょっとなかなかそれほどではないという方もおられますけれどもあの改善が得られているというふうに考えています でまあ、この,の FAS を行ってですね脳の中にどのぐらい影響が出るかということですけども先ほど申し上げた1ミリかける1ミリかける3ミリとで手術直後にはですね画像で確認しますと4ミリから5ミリぐらいの。 その凝固層といいううふうになっていますでこれが翌日から1週間ぐらいまでのところにですね浮種、まあ、といって、えー、要するにそこに水分がこう少し貯留するような、まあ、そういう現象が起きるわけですけれども、まあ、それによってその凝固層の周囲が少し MRI でこう拡大して見えるような現象が起きて同時にその時期に少ししびれであるとか歩きにくさであるとかっていう副作用が起きる危険性があるんですけれどもそ,れのその時に大体8ミリぐらいの MRI で見ると凝固層の大きさになっています。 で3ヶ月ほどしますとこれが1本当に1点といいますか1ミリに収束していてでほとんどの副作用合併症もその時期には消失しているというふうになっていますで当院も3月から始めたところですので、まあ、そういった経過を見せていただいているということですで、まあ、既存治療との比較ということですけれども、まあ、この収束超音波治療は特徴に挙げましたように まあ、切開が不要ということとととで,で今ののここころ年齢の上限はなないいいうことになっていますこれがその例えば DBS とか、えー、低破壊術これは埋め込、ま、機械を埋め込まないんですけれども、まあ、電線を差し込んで温度を上げることでこの収束超音波治療の、まあ、原型となるような治療だったわけですけれどもこちらには年齢制限があるんですが今現在は年齢制限がないということでであの収則超音波治療低破壊の術は、えー、治療が、まあ、一足に限られるという問題があるんですけれども、えー、まあ 症状の左右差があってこちらの方だけ治療したいという場合には収束超音波治療は非常にいい方法ではないかなというふうに思います。 まあ逆にまた先ほどの,その頭蓋骨の問題などで、えー、収束超音波治療ができないなという場合には、まあ、その中でも外科治療を検討される場合には、両、え、側、ー、ができるというメリットもありますしいろいろ調整ができるメリットもありますので脳死無刺激療法や、えー、あるいは機械を埋め込みたくないからということで、まあ、低破壊術という方法もあるということを、えー、外来の方では説明させていただいております。えー、パーキンソン病の症状、どういった方法がいいのか、あのどういった症状がこの治療に適しているのかということに関しましては、 この古江、それから実機ネジア、それから片側と今まあお話したとおりですね。で、併存症があって、例えばまあお薬を飲んでるけど大丈夫かなという場合にもです、ね、治療薬の調整が可能な場合には、この FS を行うことができますので、相談をしながら進めさせてもらっています。外国ではさらに進んでいまして、今ここで死傷の,の,の申請に対する効果、単層球の実現に対する効果、それ以外に脳震部刺激療法で行っている死傷科学という部分を含めての ターゲットも選択されているんですけれどもこれはまた安全性を見た上で今後選択肢に入ってくるかもしれないということで今後の可能性としてお示ししたいと思います。以上で私の方はですね FS について切開不要で外科治療が安全と外科治療が安全な選択肢として考えられてきているということと今後選択肢がさらに増えることでパーキンソン病のそれ以外の治療症状にも 対応できる可能性がありますよということで、私のお話をし,したいと思います。以上です。ありがとうございました。で、あの大変興味深く、またあの非常にわかりやすくですね。このあのデバイスエデイデットスラピー、D. B. S. それから F. S. のお話をしていただきまして、ありがとうございました。えー、っと、それでは、あの次は私がお話しさせていただこうと思います。 続きまして、最後の特別講演となります。座長は脳神経外科主任部長の戸田弘樹先生です。戸田先生、よろしくお願いいたします。はい、ええー、と、それでは最後にですね高橋真紀夫先生の方にこのパーキンソン病の薬物療法アップデートですね。それから、デバイスエディットセラピーへの期待ということでお話をいただきたいと思います。 高橋先生は先ほど私を紹介していたときにもおっしゃられていましたけれども大学の同級生でありまして非常に当時からエネルギッシュで神経内科のように進まれて国外の留学も含めてですね非常に多くの分野でですね非常に深い経験をなさいながら研究の方でも 大きな功績を残されて、それでこの4月からですね、大阪赤十字病院の方から北野病院の方に着になさいまして、本当に患者さんの数も、診療に訪れる患者さんの数もですね非常に増えてらしてて、私もいろいろ困ったことを本当にこうすぐ相談に乗ってもらえるので、大変ありがたく思っていますそれでは先生どうぞよろししくお願いします。 はいあの戸田先生、大変過分なご紹介ありがとうございました、えーまあ、北の病院に参りまして、えー、こういったあのところでお話しいただけるのは非常に光栄に思います、えー、これはあの、山本先生もお話になった内容と被ります、えー、このジェームズ・パーキンソンのシェイキングパルスーから、えー、204年経ってるんですね。 そそしてそのこの病気の原因がずっと分からなかったんだけれどもハイン・リヒヒ・レビー先生ですね1913年にこれがレビー小体が脳の中に溜まってくる病気ですよということが、まあ、分かったわけですそして治療が始まったのは、まあ、実際にはですね、まあ、あのちょうど我々が生まれたぐらいの頃のなんですけど1967年にレボートパーが出てきてこれでも劇的に。 あのこのそれまではですね診断してもまあパーキンソンというのは3年で歩けなくなって5年で,でえまあ寝たきりになって7年で死ぬんですよというまあそういう非常にあの診断はできるんだけれども治療ができないという時代があったんですけどもこのレボートパーが出てきてからも劇的にいい治療が変わったわけです。 でこれまで長くですね80年代にはあの、まあ、ドパミンだけではやっぱりどうしてもその薬効不良が出てまいりますのでドパミンアゴニストというのが出てまいりましたし90年代にはあのその進化系の非ばっか系のアゴニストが出てきましてそして98年ぐらいにはマオビ阻害薬といいましてこれもあの非常に有効なお薬が出てまいりました。 それからあの2000年代にはですねそのまあ工夫するような調布剤ドパミアゴニストの調布剤が出てきたりあるいはその日本発の非ドパミン薬という薬まで出てきてですね、えー、まあ薬物治療も本当にあの進歩がありましてその先ほどから何度もありましたようにまあ l ですね必要ドーパこういったものも出てまいりまして、えー、まあ去年もあオピカポンというまあ1日1回のコムト製剤というのが出てまいりました。 でえっと、このレビー小体なんですけれどもそれはあのものは何なのかずっと分からなかったんですけども1998年にこれがアルファシヌクレインタンパクというものでできているということはわかりましてこのアルファシヌクレイン何してるかというと神経過疎性に関係するタンパクなんですねですからあの、まあ、神経系のです、ねまあ、そういったいろんなあの活動に重要なのではないかというふうに考えられて研究が進んできたわけです で、えー、まああの遺伝子の解析なんかも進みましてですね、家族性パーキンソン病今あのパークの1から23あるいは GBA というまあいろんな遺伝子が見つかりまして、えー、だんだんそういった遺伝子のおファンクションからですね、パーキンソン病っていうのはどうもおいろんなその病態、えー、原因があるんだということが分かってまいりました。で、えー、MIBG とだとあのスキャンっていうのがまあ保険承認されてどんどんあのパーキンソン病の診断精度も上がりましたし。 まあ2017年にその京都大学の高橋淳先生らがですねあのまあ霊長類でのモデルを使って人の iPS 細胞を入れると大体いい2年ぐらいで,ですね症状が良くなったということを発表されて2018年でにからまあ京都大学で人のまあパーキンソン病の iPS 細胞の移植手術のまあ治療が始まっているとまあその結果が待たれるところでありますけれどもえまあこのパーキンソン先生が パーキンソン先生がこう報告されてから200年経つけれども診断技術ですねあるいは治療というのはもう確実に進歩してきているわけでございますただあのパーキンソン病というのはです、ねまあ、もちろんそのこの4大症状ですね先ほどからのあの、まあ、あの今、診断では 3, 3, 3大症状なんですけれども強豪、えー、とか心線とかですねそういった運動症状だけじゃなくて、まあ、いろんな症状が実はあるんですね非運動症状といいますけれども 大体その20年前ぐらいからもうずっと慢性って習慣性の便秘があったりですね、それからレム睡眠行動異常症といって、まあ、寝てる間に大声を上げて目が覚めたりとかですね、まあ、非常にそういう睡眠異常があったりそして運動症状が出た後もですね、どんどんその精神症状が出てまいりますし認知障害、ですね、特にあの原子とかですね、まあ、そういったものが出てくるのが特徴になっております。 えー、これも佐野先生がおっしゃったようにパーキンソン病というのは脳の中で何が起こっているかというとこの黒質ドパミン神経細胞ですねこの正常のところで見られるこの黒い部分ニューロメラニンの部分が脱色してしまっている細胞がなくなってくるわけですね6割から7割ぐらい細胞が減ると症状が出てまいりますそしてアルファシヌクレインタンパクもこれは原子間顕微鏡で見るとですね凝集してこういうタンパクがオリゴマという状態になって毒性を発揮する タンパクになるわけですけれどもそういったものが融合してフィブリルを作ってフィラメントを作ってこのような細胞内封入体ができるというのが基本になっていますでこの封入体アルファシンヌクレインなんですけども実はです、ね、脳にたまる前に実はそうじゃなくてですね救急とかあるいは腸管から始まるっていうことが最近の研究で分かってるんですね えー、すなわち匂いが低下してくるということ、そ,しそれからあの便秘ですね、あるいは腸内細菌層、まあ、そういった異常からです、ね、慢性的な腸の炎症が起こる、でそこからです、ねえーまあ、そこにある腸管神経層なんかのアルファシヌクレインが変性してです、ね、病的なものになって、それが脳に迷走神経や脊髄を介してです、ね、広がっていくんだと、まあ、そういったことが分かってまいりまして。 えーまあ、鼻から行くタイプはです、ねえー、初期にあまりパーキンソン症状が目立たなくって、えー、原子とかです、ね、認知障害が出てくるレビー症態型認知症、DLB そして腸管、まあ、からくるタイプはあの便秘があって、えー、RBD ですねレム睡眠行動異常症があってという形で PDD と。 まあ、そういったあの症状とです、ね、病理学的な進展とは非常にマッチする、まあ、そういう疾患であると要するにパーキンソン病ともう全身の病気だとあの吉村先生もおられますけれども実はあの網膜にもアルファシンリクリンがたまってくるということが分かっていますでこ,のあのこの病気をです、ね、正確に診断していかなきゃいけないわけですねやはりあのデバイスエディットセラピーをやるにしてもです、ね、しっかりこれがパーキンソン病であるということが分かっていないと お診断が違うのにそういう治療をしてしまうということになりかねませんので、まあこういった MIBG 心筋シンをやったりあるいはダットスキャンをやったりということをするわけですね。この MIBG 心筋シンチ、えー、核医学の先生もですね、なんで神経内科がこんな心臓のシンなんかやるんだとお,おっしゃる先生があの初期にはありましたけど、これはも非常にあの。 パーキンソン病で、ですね、これの、ヤールのステージってありますけれども、運動症状が進行するにつれて、この HM 比、いわゆる左真室での 新知の取り込みが低下してくる非常にまあ、相関がよく見られますし、えー、それからあのこの下の段で見ますとですねパーキンソン病とレビー小体型認知症では非常に落ちるんだけども他の血管性のあのパーキンソニズムとかあ薬剤性のパーキンソニズムそれから正常圧水頭症やあるいはそのタウオパチーと言われているようなあ進行性拡張性麻痺大脳皮質規定核変性症 まあそういったあのパーキンソニンズムは出すんだけれどもパーキンソン病とは原因が違いますよというものを非常に特異ああ的にですね判別できるまあそうしたあの面もあるわけですで,えですからまあレボドパー2の効果が乏しいわけですからこういう病気はですねえそういったパーキンソン症候群の判別はやはり非常に重要でここを,まああのをきちっとやらないとですねえ難しいということになってまいります。 これはの私がまあ大阪2席にいたころにです、ねまああのまあ、調べたデータなんですけれども、これはの d a t スキャンのほうですね、ドパミントランスポーター新値、これはの洗浄体におけるドパミン神経終末のお、まあ、変性を反映していると言われているわけですけれども、これを見ますとです、ね、パーキンソン病でも、他のパーキンソン症候群であっても、 ドパミンントランスポータータのの値っっていうのはやっぱ下がるんですねですからこれをちゃんと完別するためにはこの値だけを見るのでは難しくてその落ち方ですねいわゆるそのまが玉がドット状になってるとかその落ち方を見る必要もありますし MIBG と組み合わせてあるいは臨床症状レボドパの効果とかですねそういったものを鑑みて診断しなければならないということになります。 でまあ、あのレボットパーはこれも一番あの必要な薬なのでこれなしではパーキンソン病の治療はできません、これはもうデバイスエイディットセラピーをやってもやっぱりこれはいる薬なんですね、ただあの先ほどから何度もお話がありますように、血中半減期が非常に短いと、1時間から1時間半で,です、ね、血中濃度が半分になってしまうというデータがあります、ですからあの運動合併症が出やすいということがあるわけですね。 えーまあ、これは UPDRS スコアといいまして、まあ、まあパーキンソン病の運動スコアを見たものなんですけども。 青いグラフがです、ね、これプラセボで上に行けば行くほど運動症状が悪化するという意味なんですけれどもこれがあの初期からです、ね、ドパミンを使いますと運動症状が改善してこれは容量依存性に改善して40週で薬をやめてるんですけどもその後2週間経った後もその効果が残っているということでやっぱりレボートパは、ね、早めに使ってちゃんと治療した方がいい。その効果は、 あの残っているんだということがあ、まあ、あの証明されているわけですけれども実は最初からかなりの高容量を使うとこのジスケンジアウェアリングオフというのが、えーまあ、2割から3割の患者さんで1年も経たないうちに出てしまっているということそして、ラットスキャンの取り込み低下が非常に、まあ、あの早くから起こってしまうということがあるので、えー、必要なドパミンはあの量はいるんだけれども最初から必要以上に使っているとこういうことになってしまうということが、まあ、あの示されているわけですね。 でこれは佐門先生がおっしゃったように最初の5年3年から5年は誰がやってもうまくいくハネムーンピリオドという、まあ、非常に症状が安定する時期があるわけですけれども、だんだん治療域が狭まってまいります。これ治療域が狭まっていく原因は、 洗状態のドパミン神経の終末が変性脱落するためにですね、まあ、シナプスの消耗数が減ってきてドパミンの貯蔵能や放出能が低下してしまうために、えー、まあ脳の中でドパミン濃度があの薬の影響でドッと上がるとすぐジスキネジャーが出てそして切れてしまうとオフになると、えー、もう進行期にはです、ね、ジスキネジャーかオフしかないという、まあ、非常にまあそういう運動合併症はまあの問題になってまいります。 薬物治療というのは基本なんですけどもできるだけ安定的にドパミンを供給するということが重要になってまいりますでパーキンソン病の薬ってこんなにあるんですねもう本当にあのたくさんありすぎてですね専門医でもこれをどういう方にどういう順番でどういう症状に使っていくかというのは非常にあの悩むことがあります 最近では非ドパミン薬なんていうのも出てきまいりましてドパミンに関係しないけれども症状に効果があるというような薬もあってですねいろいろこういう薬をうまく駆使して副作用も注意しながら使うんですけれどもやはり進行期のパーキンソン病ではですね薬物治療にも限界が出てまいります。 でそこでまああのデバイスエイティートセラピーがあるわけですけれども先ほどから何度もありますように DBS に関してはあもうあの戸田先生ずっとされているように筋強腐とか運動緩慢に非常に有効であるとただ、衝動制御障害というです、ねまあ、非常に問題が出ることこれは精神症状なんですけれども例えばその えー、いわゆるハイパーセクシャリティといって、まあ、そういったその性的なあの衝動がものすごく高まってしまうような方が出たりとかですねそれから女性ですとパス、まあ、ロジカルショッピングといって、まあ、インターネットとかでも一晩に100万円使ってしまうとかあるいはまあパチンコでものすごくあのお金を使い込んでしまうとか、まあ、そういうような。 症状が出てまいりますのでやはりそういう方はできにくいとそして高齢者にもやりにくいということになりますし l シグに関して言いますとこれはあの薬効不安定のある恩とジスキネジャを何度も繰り返すような人には非常にいいんですがやはり長官の解剖学的異常があれば無理ですし移設除後では使えませんし先ほどあのセットするのに介護者がいるということがありますので、えー、介護者がしっかりした人がいないとやっぱりできないと。 FUS に関しては、ですね新鮮に対して、これは特に VIM、えーえーまあ、ああの。 腹足うう習慣核そこを、まあ、あの焼くわけですけれども高齢者にも可能で合併症にも少なくてただ、あのあの足頭の人です、ね、頭蓋骨の高密度の方はあ難しいということともう一つこれ重要なのはですね VIM に関して言うと新鮮、震えはよくなるんだけれども他のパーキンソン症状筋骨縮であったり歩行障害であったり、まあ、そういったものに対する効果はまあ乏しいんだというそこをですねあまり期待を持ちすぎてこの治療を受けてあの他の症状も全部取れるのか と思ったらあそうじゃなかったというようなことが、まあ、起こらないようにするべきだというふうに思います。でこれはあの先ほどから何度あります521ルールですね、5あのこれはまあ非常にあのデバイスエディトセラピーの一、まあ、つの基準になるわけでございますけれども、えっとですねまあ、こういうあの、えー、震えのある方で、えー、これはあのドパミンをもう飲んではいるんだけれども、まあ、非常にその、 左手で、まあ、右もそうですけどもこう震えが置いているだけで出てくると、まあ、そういうような形の方で、えーまああのまあ、ひどくなるとですねちょっとビデオが動かないですけども、まあ、非常にあのこういうフィンガータッピングをさせているわけですけどもこのように非常に,、まあ、非常にあの強い震えが出てまいりますし高虫運動障害も出てまいりますこういうい安静地震線も出てくると。 まあそういった方、これはあの、まあ、震えに比較的いい薬も使っているんですけれどもやっぱり薬物治療に限界のある薬物治療の抵抗性の震えというのがあるわけですね、でそういった方、あやっぱりこの VIM をやると、まあ、いいんじゃないかなというふうに思います。 でまあ、これも先ほど、大人先生から紹介がありましたように MRI あのガイド下にですね超音波を集めてこのように新鮮が良くなるということで、まあ、北の病院では96年からパリドットミン2000年から DBS もされていてで、まあ、ジストニアなんかもですねパーキンソン病だけじゃなくてジストニアの外科的治療なんかもされてきたという歴史がございます。でこののでで切ららずにですねいわゆる師匠のそれから 炭素球ですね GPI などの熱照射がまあ可能これは保険適用になったわけですけれども。 将来的にま難治性転換やジストニアなどのまあ応用ですね。治療の応用などもまあ期待されているということで、まあこういう薬物療法に抵抗性のあの本体性、申請、アッパー、キソン病の申請の強い症例がありました。ですねえ、是ご相談いただければというふうに思いますなぜ申請に効くのかということです。けれども、この市場核、赤核まあ、こういったところにまあ新鮮の期限が。 まあ、あるだろうというふうに言われてましてこの四條角、赤角の、まあ、その細胞のこの興奮がですね最終的にこ視聴の,腸の、えー、腹側中間核ですね VIM 核というところに行ってそ,そこで、まあ、あのニューロンがまあ発火するとそ,そのニューロンの発火が運動屋に行って、えー、運動屋からまあその手の震えになってくるということで、まあ、最後のこのアウトプットのところを焼くというのが非常にまあ理にかなっているということになるわけでございます。まあ、もちろん 赤市場覚醒の新銭だけじゃなくて、ですね規定覚醒の新請もほ、まあ,あの,他のルートを取って、まあ、こういった VIM とか VOP といった、まあ、いろんな新計画のところに来るわけですけれども、あのここを焼くと、ターゲットにするということが一つうー、まあ、いいわけですね、このように実際、焼、え、く、ー、と,とです、ね、新銭が収まって。 先ほどあの富田先生がおっしゃったように、これま焼いてすぐのところですけれども、このようにドーナツ型のハンコンができて、えー、まあ新が止まるということです。で、皆、えー、さん、えー、っとですね、それで、えまあ、これがあの当院での本体多心生症の患者さん、まあ,あの比較的8 0歳ぐらいの。 型であってもですねあのできるということとほとんどがやっぱり利き手の震えを止めてほしいということで左を選択する人が多いですね。左の VIM をやることによって右手の震えを止めるとそして、所持が良くなるということになりますで、えー、と実際、新鮮スコアも良くなるし QOL スコアも良くなるんですけどちょっと注目したいのはこのモカ J というこの認知機能ですねこの認知機能があの、まあ、よく悪くならないということが非常にいい、まあ、特徴的かなと思いますですので高齢者でもです、ね、あの認知機能の悪化ということがなくやりやすい、まあ、あの優位差はないんですけどもちょっと良くなるようなケースもございます でパーキンソン病の治療というのはですね、まあ、こう車に例えるとちょっと分かりやすいかなと思うんですけれども今まではまあガソリンしかなかったわけですねこれはあの非常に強力ですけどもドパミンでただまあこう燃費が悪くなってくるわけですねそうするとまあガソリンだけではあの車やっっぱりちょっと傷んできますのでやっぱりそのハイブリッドであるまあこのリチウムモーターとこれはあのアゴニストですけどもそこにまあ調布剤も出てまいりましてこれを張っていればです、ね、朝起きたときにまあエンジンだけがかかるというところで まあ、調布剤が出てままいりましたそして、まあ、あのこのガソリンもです、ね、燃費を良くするために、まあ、添加剤のような小本阻害薬マオビー阻害薬というのが出てきてで、えー、それがもともと入ったあの錠剤がありましてこれがスタレボという薬でございます。 でまあ、あのパーキンソン病はあの運動症状だけじゃないので認知症に対してコリンエステラーで阻害薬を使ったりあるいはうつなんかに対して SSRI とかです、ね、そういったものを使ったりとそういった治療も組み合わせる必要がございますしやっぱり長く治療しなければなりませんので神経細胞保護効果というのがあの一部言われているようなお薬をまあ使ったりです,、ね、するわけです。 ただ、だん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 症状が進行しますとです、ねえー、ウェアリングオフこれまあエンストとかガスケね、いきなりこううあの体が動きが止まってしまうという方がおられますジスキネジアはまあオーバーヒートですね、薬が効きすぎて体が揺れ出すわけですねそして、これあの関係的なパルサタイルなドパミン刺激というのはもう空ぶかしとか急加速ですね、こういった運転をしていると車はすぐあの寿命を迎えますで、まあ、新鮮はまあアイドリング以上だと。 でそういうことを起こさないようにこの,、まあ、あの,あのディオドーパですね、これがクルーズコントロールで、まあ、あのディオドーパで正確にドパミンを流し込むと、おまあ、症状が安定するということになります。 そして DBS はですね、もうこういったものとはもう全然別の、まあ、いわゆる電気自動車ですね。電気刺激によって症状を良くするそして新鮮がアイドリング以上であればアイドリングを止めてやるのがこの VIMFUS ですね。アイドリングストップということで、まあ、非常にあのいろんな治療の選択肢が出てまいりましたしもちろん当面の症状を早く改善するドパミンを中心とした治療も必要なんですけれども長く治療する人、パーキソンの方もです、ね 15年、20年経っても歩いている人があの出てまいりましたので、えー、長い治療ということを考えてやる必要があるということです、えー、今あの、神経センターは、ね、22、3人でやっているんですけれども本当に津田先生のおかげで,です、ね、このワンチームで、えー、パーキンソン病の治療を行っているということで、えー、今後、ますます、えーまあ、あのパーキンソンの治療を発展させていけ,ければなというふうに思っております。以上です。どううもごご清聴ありがとうございました。 高先生、ありがとうございました。最後は多彩な比喩まで使っていただいてわかりやすく <laughs> ありがとうございます、えっと、それではあの最後にあの質疑応答ということで、えー、時間を取っていただいてますのでサモ、えー、先生とあの高橋先生とちょっとこちらの前の机の方までお越しいただけますでしょうか、えっと、今回はあのウェブ講演会なんウェビナーなんですけれどもあの、ま 質疑応答についてはあの会場にご来場いただいている皆様からということで何かいかがでしょうかょじゃあ最初に私の方から少しお聞きしたいことがありましてあの先生方のお二人の,あの解説の中にもあったようにその、まあ、こういう薬物治療以外の あのタイミングってやっぱりなかなか決定が難しいと思うんですよね、でその中で521ルールというのは非常にあの、まあ、私もあの本当にこれは便利だなと思って使うんですけど、まあ、なかなかその手術を含めての,その外科治療の適用というのはちょっとこうアナログというか、そういった中で、でまああの特に画像の,の,の研究のご専門で。 画像での,あのそういう何か指標とかそういったものは今後出てくる可能性についてはいかがでしょうか。はい、いいいありり、がとうござまます。今お言ってたただきました通りいつあのデバイス手術、 とかあるいは進出的 FUS もそうですけども、そういったことにいつ踏み切るかっていうのはいつも難しい問題だと思うんですね、あのまあ、こういった治療というのは基本的にはまあ生活の指数を良くする治療、まあ、あの医学的な言葉でいうとそう、まあ、いわゆる悪性疾患に対する手術ではないので、良性疾患の手術なので、どのタイミングでやるのかっていうのはいつも難しい問題だと思うんですね。でそこ はやっぱり十分な話し合いを持って客観的指標っというのはなかなか難しいなと僕自身は思っていて、まあ、そういう意味でも今回あの戸田先生、高橋真弘先生たちとあの患者さんにこの治療を届けるための,あの説明会とかさせていただいているのもやっぱり生活の質を上げるためのものなので、まあ、患者さん自身にこういう治療があるということを十分に知っていただいてこういう選択肢があるということをあのしていただくっていうことが重要かなと思ってやっています。 はい、あのそうですね、えーまあ、やっぱりそのパーキンソン病の治療、いきなりデバイスエディードセラピーということにはならないのかなと思ってます、まずは薬物治療をやると、それの上でやっぱり問題点がやっぱ出てまいりますので、まあ、521ルールはその中の一つの基準だと思いますし、えー、薬物治療で限界を感じても、それで諦めてしまって、施設ではなくて。 えー、そこでもう一つうもう一つあの方法があるんだよというところをあの今日あの視聴していただいている方々にご理解いただければなというふうに思っております。うん、ありがとうございます。まあ、選択肢が非常に増えてきているのであのですねあのこれまでねちょっと薬物治療であのこのぐらいまでかなというところにはあの何かこう 提供できるかなというのはあると思うんですけれども、まあ、の治療の時期をもう少し早めにというあの、そういう治療戦略のご紹介もいただいてましたので、まあ、状況によってはですよね、ご年齢とか考えてということですよね。えっと、他にいかかがでしょうかあかどうどぞ、えっと 門真市で開業ししてまますす南川と申しますあの非専門医であの今日はすごいあのいろいろ貴重な講演いただきありがとうございました。で私自身も今回あの一番最初に山本先生があのパーキンソン病の歴史と語っていただいた時にあの学生の頃はもうパーキンソン病は診断だけで治らないものだということがイメージがあったんですけどあの臨床医してますと逆に言うたらパーキンソン病っていうのは あの脳の疾患の中で、やっぱりかなりあの、高橋先生もハイブリッド治療を言っていただいたんですけど、薬が効く疾患だなというのを、すごい最近は印象を持ってるんですけども、DAT、先ほどいろいろな適応を教えていただいたんですけども、大体いい、全体でどれぐらいの患者さんのパーセンテージが今、DAT を必要としてくるかっていうのは、具体的にあるんでしょう。 DAT に関しましては、まあ、施設の差もあると思いますけれども、やはりあの少数になると思います、はい、あの大多数の方はやっぱり薬物治療されてるんですねで、その中でやっぱり、まあ、あの限界ではないんだけれども、もう一つというところで紹介されてくる方が多いので、やはり1割ぐらいでしょうか、そのぐらいなんじゃないかなと思っていますが、先生、いかがですか。 はい、ありがとうございます。あの、やはりこれもあのまあ、患者さんのご希望、あるいは生活の質を上げるために、どこまで何をしていくかっていうあの考え方にもかなり寄ってくるかなと思うんですね。あの今現在、パーキンソン病のあの平均寿命っていう、まあの平均読むよってますか？あのほぼせ、えー、健康な方とほとんど変わらないところまでいっております。ですので、逆に言うと私であよく患者さんお話しします。のはまあ大体。 平均余命までどうやってやっていくかっていうのを一緒に考えていきましょう、まあ、60歳の方でしたら男性だったらまあ20年から25年どうやっていくかでその中で、進州的なこと、まあ、移動内視は手術あるいはその FS といったちょっとこういわゆる内服よりもは少しリスクはあるとそういった治療を取り入れることで生活の質を上げることを考えられるかどうかどこにかかってくるのかな。そこをあの、まあ、やっっぱりちょっと 手術は怖いしっていうお考えの方はやはりやらないっていう選択肢になりますしまあ、ちょっとやっぱり可能性があるんだったらやってみたいっていう方の考えになられるようでしたらやはりその頻度は上がってくると思いますしやはり施設とか患者さんとかそういう方によってやはり手ーラベートで作っていくものなのかなというふうな感じでちょっと私自身は思っておりましたありがとうございましたありがとうございますあの開業医をしてますとやっぱり日々患者さんのま QOL を考える ADLQOL を考えるという立場から考えたときに あの、やっぱり、高橋先生おっしゃっていた選択肢の一つっていうことを、我々が知っとけば。逆に、あの、患者さんに対して、あの、まあ。そういう提案ができるということだけでも、すごい勉強になりました。ありがとうございます。宮崎先生、ありがとうございました。が、いかがでしょうか。あの、ご質問にもありましたように、あの、まあ、治療法のバリエーションがこれだけあるということで。 でまあ、もうどの疾患に対してもそうだと思うんですけども、あのチーム医療でさ、えー、まざ、あ、まなあの選択肢をまあ提供できる、えーまあ、その適用を十分に検討できるというのが、あのこう単眼的な治療,あの治療にならずに、えーまあ、あの一番適切な治療を提供できる環境かなと思いますので、あのこういう形で私たちも今後また進めてさせていただきたいと思っておりますので、またお願いいたします。えーっと それでは、ちょうどまあ時間になりましたので、あのこれで特別講演を締めさせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。それでは、質疑応答を終了させていただきます。最後に、武藤研究所長よりご挨拶申し上げます。武藤先生、よろしくお願いいたします。 えと本日はですね、澤、えー、本先生、それから戸田先生、高橋先生、えー、大変ありがとうございました。あのコロナ禍の中で、えー、どうしたら皆さんに、えー、せっかくの企画を十分、えー、学んでいただけるかということを工夫して、えー、今回初めての試みとしまして、えー、ハイブリッド方式で、えー YouTube に同時配信させてていいただいておりますで、えー、それにあたりましてはあの実は私今日あのプロデューサー役をやりましたけれども、えー、今カメラの方をやっていただいた西田さんアナウンスをしていただいた宇部屋敷さんその他、えー、と岡田さんやそれから広報の今口さんやシステム課の長谷川さんと。 たくさんの方々が裏方で大変尽力していただきました、今、平野さんもそこにいらっしゃいますけれども、そういう意味で、初めての試みで、大変、我々もこも勉強しながらやりましたけれども、これで来年からもその100周年記念の講演会を数年間続けますので、十分この感じでやれるんではないかという。 自信を持っております。えー、あのどうもあのあのサポートしてくださいました研究所のえーえー、っと企画室の方々をはじめとしてどうもありがとうございました。どうぞ拍手をお願いいたします。<laughs> えー、またあの本日ご参集いただきましてそれからたくさんの方があーその YouTube で、えー、参加していただきましたありがとうございました。 あの今後ともこういう風うに続けていきたいと思いますのでどうぞよろしくお願いいたします本日はどうもありがとうございました武藤先生ありがとうございました以上をもちまして第95回学術講演会を終了いたします本日はありがとうございました